シャラル・アズナブールの、世界障害者年という時に作られた、とても古いんですけども、耳の聞こえない恋人のことを思って歌う声のない恋。闇に手探りするあなたの指、語れる愛に答えたくて、この私も手話を習い始めました。これが嬉しい、これが悲しい、そしてこれがあなたが好きです。ほんの少しわかるだけにもどかしさが募るのです。もらう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 、命かけた私の声聞こえ、それはある日私を待つ二人の家へ急ぎ帰ると、あなたと同じ言葉のない闇に暮らすあの子がいた。指と指で語り合って、初めて見るあなたの笑顔、脱出点違う世界を